こんにちは、ギリナナです。今日はお薬バッグを作ってみました。でうちはちょっと子供たちが皮膚科の方に通っていて、結構塗り薬とか2人分ってなると結構たくさんもらうので、お薬用のバッグを作りたいなと思って今回作ったんですけども、やっぱりオールシーズン使いたいので今回はコットン糸で作っています。であんまり重くなるのが嫌だなと思ったので透かし模様にしています。で大きさもお薬の袋が結構何個か入るぐらいの、でもギリギリのサイズ、あんまり大きくなりすぎずバッグにこう折りたたんで入れても邪魔にならないぐらいのサイズにしようかなと思ってこちらのサイズで作ってみました。でもちろんこのサイズじゃなくても全然大丈夫なので、サイズ変更は動画内でお知らせしていますので、もしよかったら何か参考になれば嬉しいなと思います。はい、材料です。糸は何でもいいんですけども、私はこちらセリアさんのニューエンジェルコット、こちらのカラーナンバーが10番、こちらが在庫であったのでこちらを使っていきます。でこれが2玉とちょっと3玉目に入って、本当に少しだけ使ったので、もし同じサイズで作りたいなとか同じ目数で作りたいなっていう場合は3玉あるといいかなと思うんですけども、2玉で作りたいなという方は私が今回ご紹介する段数よりも2段ぐらい小さめに作った方がいいかなと思います。長編みとかを入れるのでやっぱり編み癖でだいぶ変わってきてしまうと思うんですけども、もし同じサイズで作りたい場合は3玉あると安心かなと思います。もちろん他の糸でも全然大丈夫なので、で今回コットン糸を使ったんですけど毛糸でもいいと思うのでお好きな糸で編んでみてください。で私はエンジェルコットンを使った時5号針のちょっと見えないかな、5号針の 3mm を使用しました。で他の糸で編む場合はその糸に合った太さの針で編んでみてください。はい、では鎖編みを44目編んでいきます。一度キュッと引き締めたらここから鎖編みを44目、1、2、3、4、はい、鎖編み44目編んできました。で1段だけ楕円を編んでいきます。でもし楕円の編み方がわからない方はこちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では1段だけ楕円を編んでいきたいと思います。はい、1段楕円を編んできました。で1周が90目になっています。で次から模様を編んでいくんですけども、次の模様から3の倍数で編めるように編んでいくので、もしサイズを変えたいなという方は最終段が3の倍数になるように調節をしてみてください。で模様を入れると多少サイズは変わってくると思うんですけども、そこの部分が私の場合だとだいたい20センチぐらいになっています。はい、では次から模様を編んでいきます。では2段目、鎖1つで立ち上がるんですけども、ちょっと長めに出します。鎖を1つ。次から長編みメインで編んでいくんですけども、今回は鎖3目とか、立ち上がりを1目と数えずに編んでいきます。まずは引っ掛けて根元、引き抜いたところですね。ここを飛ばして次に長編みを編みます。でもし最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいと思います。わかる方はつけなくても大丈夫です。で次は鎖1つ。で引っ掛けて同じ目にまた長編みを編みます。V になるように編んでいきます。でこれを繰り返します。引っ掛けて次は2目飛ばします。1、2、2目飛ばして3目目に長編み、鎖1つ、同じ目に長編み、でまた1、2、2目飛ばして3目目に長編み、鎖1つ、同じ目に長編み、
これをぐるっと編んでいきます。角のところがもしかしたら編みにくいかもしれないんですけども、角も一目ずつ数えながら編んでいきます。ではぐるっと端まで編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと編んできました。でここが最後になるんですけども、 1,2,2目飛ばして3目目に長編み、鎖1つ同じ目に長編みで、一番最後は1目飛ばします。1目飛ばして、で引き抜いたところが小さくあって立ち上がりで、マーカーのところが最初の目になります。ここに針を入れて引き抜きます。長編みの頭ですね。でこれで2段目が編めました。で次は3段目、3段目は鎖1つで立ち上がります。その時に前の段みたく長く伸ばさなくて大丈夫です。普通に鎖を1つで、引き抜いた目、長編みの頭ですね、ここに細編みを編みます。細編みを1つ、わからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で次は鎖を3回します。 1,2,3 で次長編みの頭に細編みを1つで、これを繰り返します。長編みの頭に細編みを1つ、鎖を3回、また長編みの頭に細編みを1つ、繰り返します。長編みの頭に細編みを1つ、鎖を3回、長編みの頭に細編みを1つで、繰り返します。細編み、鎖を3回、細編み、細編み、鎖を3回、細編みというようにぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、端の方まで編んできました。一番最後もここに V があるので、細編みを入れたら鎖を3回で、一番最後の長編みの頭、ここに細編みを1つ編みます。細編み1つで最後になります。で一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところが小さくあって、で立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで3段目が編めました。で次は2段目と同じように編んでいくんですけども、ちょっと長めに出して鎖を1つで、そしたら今度はこの鎖3目編んだところ、ここに長編み、鎖1目、長編みと編んでいきます。引っ掛けて長編み、最初の目が分からなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で鎖を1つ同じ目に長編み、引っ掛けて、でここの細編みを飛ばしてしまいます。この鎖3目の穴のところに束に拾って、長編み、鎖1つ同じ目に長編み、これを繰り返していきます。ではぐるっと編んでいきます。はい、最後まで編んできました。で引き抜いたところがここにあります。これが細編みの頭ですね。で引き抜いたところ、ちょっと大きめの立ち上がりで、最初の長編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで4段目が編めました。で次からは3段目4段目の繰り返しになります。次の段では普通に鎖を1つで、長編みの頭に細編みで、鎖を3回、長編みの頭に細編みで、また長編みの頭に細編み、鎖を3回
長編みの頭に細編みという感じで編んでいきます。で次の段ではちょっと長めに立ち上がりをして、この鎖3目の間に長編み、鎖1目、長編みと編んでいきます。でしばらく自分の好きな大きさになるまで編んでいってみてください。私は上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。はい、28段まで編んできました。で大体私は28段まで編んで、高さが21センチぐらいになっています。でお薬をうちは結構入れるんですけども、入れた感じちょうど良かったので、こちらの大きさにしていこうと思います。では次は持ち手を作っていきます。で持ち手なんですけども、持ち手はどんな感じでも大丈夫です。私はただ穴を開けて、でもうかさばらないように作っていこうかなと思います。で目数なんですけども、まずは私の場合だと引き抜いたところ、一番最初の目ですね、ここから12目開かせます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12目開かせて、13目目にマーカーをつけます。でこちらのマーカーから21目間を開かせます。マーカーを混ぜて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 21目目のところにマーカーをつけます。で次はマーカーの隣から数えて24目開かせます。マーカーの隣からですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 でその隣の目25目目、ここにマーカーをつけます。でここからまた21目間を開かせます。こっちと同じですね。マーカーを混ぜて、マーカーから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 で最後が12目になっていると思います。多少誤差があっても大丈夫なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12でこんな感じで作っていきます。では次は29段目。29段目は長編みを編んでいきます。一番最初の目、ここは鎖3目で今度は立ち上がります。1,2,3でこれを1目と数えたいので、これが1目ですね。で今度は次の目、次の目は鎖編みのところなんですけども、まあ、穴の中に針を入れてしまって大丈夫です。即に拾って長編み、これで2目目、マーカーの手前まで長編みを1つずつ編んでいきます。これはお好きな感じで仕上げてみてください。はい、長編みをマーカーの手前まで編んできました。でそしたら鎖編みを21目編んでいきます。あまりきつくなりすぎないように緩めに、1,2,3,4 はい、鎖編み21目編めました。ここで開かせた目と同じ数ですね。で次はマーカーの隣からまたマーカーの手前まで長編みを編んでいきます。でこちらはもう外してしまって大丈夫です。はい、長編みをマーカーの手前まで編んできました。でそしたらまた鎖編みを21目編んでいきます。1,2,3,4 はい、鎖編み21目編めました。でそしたら今度はマーカーの隣、左隣から長編みを最後まで編んでいきます。こちらのマーカーは外してしまって大丈夫です。はい、最後の目まで長編みを編んできました。でそしたら鎖3目で立ち上がった下から数えて1,2,3目目、こちらに針を入れて引き抜きます。これで29段目が編めました。
で次は30段目鎖3回で立ち上がります。でこれも1目と数えるので引っ掛けて次の目ですね、2目目ここからまた長編みを1つずつ編んでいきます。で鎖編みのところも、もう長編みを同じ目数入れていきます。はい、端まで長編みを入れてきました。で鎖編みをしたところ、これは裏山でも上半目と裏山とか上半目でもどちらでも大丈夫なので編みやすいように入れてみてください。私はもう簡単に上半目と裏山を取って長編みを編んでいっちゃおうと思います。もう一つの目に一つずつですね。でこんな感じでぐるっと反対側も同じように編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で一番最初の鎖3目のところですね、下から数えて1、2、3番目、ここに針を入れて引き抜きます。で私はこれで終わりにしようと思います。もうちょっと太い方がいいなという方は太めにするといいと思うので、お好みの太さになるまで編んでみてください。ではこのままカットして糸処理をしてしまいます。はい、こんな感じでできました。でちょっとポイントにタグをつけています。でサイズの方が最終的に高さが22センチぐらいで、幅が20センチで、持ち手はもう全然長さを変えてないのでこんな感じですね。で今回は私はお薬を入れるバッグが欲しいなと思って、でなるべくオールシーズン使えるように、でバッグに入れていても重さを感じないようなものにしたいなと思って、透かしを入れてコットン糸で作ってみました。でお薬だけではなく他にも使えると思うので、もしよかったら何か編んでみてください。では今回はお薬バッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。